使ったな。あ、ハヒも使って近寄ってくる。オーケー。はい、どうもひたまえですけど、はい、今回はね、青サボをカチカチにしてやってみようかなと思います。まあ、カチカチゴロゴロメダル。まあ、そうなったら黒ひげだって能力者じゃないし、まあ、サポートにも、グランドラインをつけて、まあ、シャンクスにも対応でき、まあね、まあ、緑属性は今、環境はまあ、流行ってないと仮定して、まあ、青サボはまあ、大丈夫、緑。まあ、ゾーン系ついてなくても、だから大丈夫。ということでね、まあ、理論上、まあ、このカチカチ青サボはめちゃめちゃ活躍できるはず。まあ、無敵スキルを持つので、まあ、そこら辺も大丈夫。はい、ということでね、もう完璧ですね、この性能。だって、カチカチ、ゴロゴロで黒ひげに、無敵スキルは大丈夫。で、クローズは能力者じゃないからあまりダメージ入らない。で、シャンクスのグリフォンはグランドラインつけてて、しかも特性で、自分のお宝エリアにいると 30% 減少するから、まあ、実質、まあ、結構カットされる。もう完璧じゃないですか。完璧だ完璧だということでね、今回はまあ青サボで、まあカチカチなんで無双はできないかもしれないですけど、旗を守り抜きたいと思います。レッツゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。と、まあね、先ほども言った通り、まあ黒ひげのクローズはまあ能力者じゃない、まあゴロゴロ、まあオーマイガー、ちょっと待って、今説明してるからちょっと頭がこんがらがってきた。ちょっと待って、どうしよう、何まで言ったっけ。シャンクスのビル、オーマイガー、お前ら、オーマイガーだぜ、マジで。おいおい、SS だよな、ここ。おー、え？あ、SS。あ、ちょっと、あ、すべてちょっと、あ、ちょっと、こういう、なんか、焦っちゃうとダメだ。焦っちゃうとダメ。焦るな。北前焦るな。オッケーオッケー、取れる取れる。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。お、しょうがないしょうがないしょうがない。これはしょうがない。しょうがないしょうがない。クローズでしょ、すぐクローズでしょ、多分。オッケーオッケーオッケー。おー、無敵スキル？おいしょー。はい、こっちのね、無敵スキル、あっちのが相手が長いんで、あの黒ひげのが強いというね、無敵スキル。危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、勝てる勝てる勝てる。あ、シャンクス倒すわ。ああまあゴロゴロ発動してくんないと何も対策にならないよね。はいはいはい。まあ1戦目なんで、まあとりあえず漢字を掴もうかなって。ちょっとやばいってこれ、マジでこれちょっとやばいって。ディフェンダー2人に取らせないとは、マジで、あえてこう言わせてください。あかん、あっぶね、あかんで。黒ひげ裏取り、あ、まあしょうがないな。黒ひげの裏取りはこれはナイスタイミングかもしれん。黒ひげの裏取りは俺がまずい、マジで俺がまずい。これ、ま、どうする、これどうするよ、これどうする、危ない。オッケー、とりあえずオッケー、とりあえずオッケー、ナイス。黒ひげ裏取りマジでナイス、助かったわ本当に。しかし裏取りフィーバーなんだよな、こっちは。一発二発、おい、それはミス。オッケーオッケーオッケー、あたたたたた、とりあえずオッケー、一発二発、オッケー。結局シャンクスの動画になってしまうのはちょっと嫌なんで、ちょっととりあえず攻めますかとりあえず攻めますかって関係ない。あ、やべえ、かぶったかぶった、マジでごめんマジでごめん、やったわ。いや、まあ、かぶったっていうか、自陣に2人いるんで、まあさすがに取れるでしょう。もうそろそろさすがにもう少しで取ってくんないと困るっていう話であって、やばい、自陣がなかなか取り返してないぞ。しかし、お、あ、取り返してないっす。オッケーオッケーオッケー、攻めろ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 、狙撃狙撃ね。オッケーオッケー、メタリックスター、あ、え、めっちゃ上飛んでったけど大丈夫めっちゃ上飛んでったけど大丈夫かな。とりあえずこのマルコを成敗しますか。とりあえず裏行かせないように、オーケー、裏に行かせないように、裏行かせないように、裏行かせないように、どんどん行きましょう、どんどん攻めちゃいましょう。裏に行かせないように、もう裏に行ったらもう、あー、めんどくさいめんどくさい。ちょっとね、連携が取れないんで、こういうの。いや、俺が行こう。オッケーオッケー、任せろ任せろ。いやー、これちょっと1本目はすいませんね、ちょっと青サボちょっとあんな感じになっちゃって、あー、当たっちゃった。一発二発、やばいと思ってもやばくないんですよ、大丈夫、落ち着け俺。ちょっと待って、カメラがすごいカメラがすごい、どこ向いてんどこ向いてんどこ向いてん。オッケー、とりあえずオッケー。でもアルコ裏警戒、でも1人いるから、いやでもだし、やばいな、旗のゲージが少ないから、やばい、非常にやばい、これは。よし、時間稼ぎした。あと少しあっちを任せて、僕は中央に行きます。頑張ってください。頑張ってくださいとか、何すごい他人事を。よし、ナイス、やべえ、お、せー。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まあ、さっきはね、まあ、さっきは、まあ、あの、大きいやつに、まあ、大きいやつに食らいすぎたんで、まあ、さすがにね、それは負けると。さすがにあれはね、カチカチにはなりませんよと。まあ、ということなんですけど、とりあえず、まあ、なんでドンマイ撃つねん。とりあえず、なんでドンマイ撃つねん、バカ野郎、本当に。なんか、この5番さんと8番さんが喧嘩してたんですよね。ドフィーどっち出すかみたいな。両方ともドフィーなんですけど、両方ともドフィーみたいな。いや、でも、俺の見た感じだと、5番さんがめちゃ嫌がらせしてる感じだったんだよね。あの、8番さんがずっと、あ、じゃあシャンクス出すみたいな、そういう入れ替えしてたんですけど、ちょ、5番さんで、ね、ドンマイもやっぱ押すか、みたいな感じだけどね。まあ、すべて読み通り。
まあそれでなんかさ、やっぱりシャンクスだからスコア稼ぎやすいからさ。あ、ナイスレイリー、今の助かったよシャンクスさん。よしレイリー、ここ一生守るぞ。守りますって言うね。じゃあ、いやーちょっとね、さすがにお前やられてる。ドンマイじゃねえわ、ドンマイ言うな。俺ドンマイ嫌いなんだよマジで、本当に本当にドンマイ俺嫌いの。レイリーさん強いね、相変わらずレイリーさんは強いと。オッケー任せろ。オッケー、とりあえずダウン入れない方が良かったかな。まあいいだろう。火力高え、この黒ひげ。一発二発、オッケーオッケーオッケー。あの黒ひげは一生さんの特性をねちゃんと発動させて欲しかったと思うよ多分一生さん。やめろコロコロ。オッケー、はい対策済みです、大丈夫です。はい、リアルブルージャンプはナイトメアナイス。ここどうしようか、守りきれる。え、マジで守りきれる。これでもうそろそろ無敵スキル溜まっちゃうわけじゃん。最強じゃないこの夫人。あ、やべ危ねえ。一発オッケーオッケーオッケー。この無敵スキルは使わねえぞ。相関官に待って、隕石多分落とすぞ。みんな隕石落ちてくる、落ちてきたー。あ、なんか結構可愛い隕石だったわ。可愛い隕石とは。回避読んで、どうしようどうしよう。オッケーナイスナイス。ドフィー、もう8番さんとめちゃめちゃ息あんだが俺だけ。それはオッケー、あとは任せろ、大丈夫だ。オッケー、あ、ここはずっと守ってやるから俺が。一発二発、オッケー、ジャスト回避決めていく。カウンターされたらごめんと。オッケー、危ない。うん、あ、え、どこ行った、どこ行った、どこ行った今の強化炎どこ行った今の。オッケー、ここで無敵スキルが効く、強い。ちょっとさ、いい感じに決まったのにさ、このよろけのせいでさ、ちょっとあまり良くない感じになってる。待って、めちゃめちゃ勝たない、さっきあんなボコボコに行って。まあさすがに相性いいし俺100レベだし相性いいし俺100レベ。ナイスシャンクスカウンター。まあこっから守りますか。やばい、本当にやばい、これはさすがに当たらない。じゃカウンターもっと、あ、勝たない、あ、レイリーアップね。待って、どうしようどうしようどうしよう、危ない危ない、誰か助けて、もう無理もう無理もう無理だ、ちょっと誰か。あー、みんな一陣にいる、これはちょっと負けフラグじゃないか。あーまあこれは普通にドンマイですね。俺のやられるタイミングは悪すぎました。じゃあな3時はい、すいません、裏取れたりしないよね。ありがとうございました。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、まあさっきはね、まあ、完全にちょっと俺がちょっと、いやー俺のミスだな、あんな体力あったのに、まあ一気にやられてしまった。そこがまあすごい敗因ですよね。さっきは味方の方たちがやられてる時には、まあ俺が頑張って耐えないといけないところでした、そこは。はい、すいません。ということでやっていきますと、そのサボのねちょっと弱いところはね、密集地でのさ通常攻撃が弱い気がする。なんかね、他はなんかよろけ無効だったり、まあいろいろついてるんですけど、あ、なんかフジトラさんみたいなさ、そういうさ特性がついてたらめちゃめちゃ強いんですけどね、ディフェンダーとして。まあこのステージとしてか、このステージだったらなおのこと強いですよね。まあしかし今はすごい優勢なんですけど、とりあえずゲップしますね。ああごめん、何してんねん俺、マジでごめんなんだけど、ちょっとゲップ。ゲップのせいにしとこう。あ、肉も食っちゃった。すごいすごいオンパレード、ほんとやらかしのオンパレードなんだか。オッケー、合わせちゃうよここで。おいしょ、いいよいいよ、カウンター、オッケー、とりあえず一発、オッケーオッケー、ゴロ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 しちゃうよ。回避読んで、うん、逆炎の中に突っ込んでっちゃってたからね、今炎の中で突っ込んでっちゃ、やめて、炎帝当たっちゃったよ、当たっちゃった。まあ、しかし今優勢なんで、もう一回青サボの方がいい気がする。このキップしちゃった。まあ、優勢でチームブースト来てるんで、後半やっぱりサボの方が耐えられると思うんで、こっからサボで無双していきたいと思います。無双はしないか、まあ、ガチガチで頑張っていきたいと思います。まあ、ね、シャンクスより、あ、やべ取られちゃった。あ、作戦崩壊だ。やべ、ブーストで、あ、これ俺のせいですね。これちなみにこれで負けたら、はい。なので負けたくないと。オッケーいいよ。ここ守ろうか、ここマジで必死に守ります。グリフォンだけ警戒、今はグリフォンだけ、今はグリフォンだけ。危ねえ危ねえ、あのルッチどうなってんの。あー、もうルッチルッチにもうちょっと見とれちゃって、グリフォン警戒って言ってた3秒前が。危ねえ危ねえ危ねえ、ここ合わせる、オーケー、無敵スキルと。このあのルッチさんどうした、あれなんか楽しんでるバウンティー楽しいならいいよ、ならいい、オーケー、鍵詰めナイス、よし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 、しかし残り1分になるとこの無敵スキルがたまんの早くなってくるんですよ。オッケーオッケーオッケー、あっ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 、やばい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 、ナイトメアとりあえず、オッケー、あっあっあっ、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、ナイトメアがやばくなったら突っ込むから信じてくれ、
よしよし、やばくなったら突っ込む、任せろ。おお、オッケー、ここ無敵スキルだ、くらー。よしよし、これダウンしとこう。気絶はきつい、気絶しないで、気絶しないで。誰か誰か、裏行っちゃってる。鍵詰め間に合い。裏、マルコ取れる。あ、ナイスマルコ、ほんと助かった。あと10秒耐えてくれ。俺らはもう祈るしかない、お前らに、お前に祈るしかない。頑張ってくれマルコ。うわー、あ、裏取りに行く。あ、守った方が良かったんじゃ。あ、セーフ。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まあやっぱりサボといえばこのステージでしょう。ほんと核があるからね、ここには。核見つけちゃうぜ、ほんとに。あの核じゃないよ、あの鼻長い方の、あの狙撃機種じゃないよね、それ。ウソップ、それはウソプ、それはウソプ。はい、しかしやっていきますよ。あー、エース君、いや、タシギ、あそこ早く援護していきたいな。タシギちゃんは頑張って抜いてくれたから、旗を。そこだからちょっと援護をしてあげたい。よし、間に合った、よかった、間に合ったぜ。あっち大丈夫かな、旗のゲージ。ちょっとエースも警戒しつつお前、あんた一人でいいな。さすがにそれは当たらないぜ。岩さん回避読んで、うん、逆回避飲んで、うん、客。どうしようか。でもう一つのホルモンの方が多分スキル残っててもおかしくないんで、やばい。ちょっと待って、逆。あー、ストーム来そうだな。いや、しかし無敵スキルってやっぱ相当優秀だよな、実際このゲームって。一発、二発、オッケー、ゴロゴロナイス。一発、オッケー、一発、回避飲んで、ここだ。おいしょー、核が見つけたぜ、本当に。オッケーオッケー、こっからどうしようか。ワローが裏取りしてる。ああ、なるほどね、ガンマナイフで移動したんだ。飛来心の術ってことか。一発一発、ああやれた。いや、しかしシャンクスは大丈夫、お宝エリアでいただこう。オッケー、クローズ全然食らいません僕。はい、大丈夫、4000なんて全然、お茶の子さいさいですよ。オッケー、ナイス。あとは任すとけど、いや、ワンチャン怖いな、ワンチャングリフォン溜まってんな、あの感じ。裏大丈夫か。あっ、あっ、肉。よしよし、これで、お、俺お腹いっぱいでござんす。これなんか、なんかみんなあんま受けないんだよな。俺いつもこれちょっと面白いと思ってやってんだけど、なんか意外と受けないっすよね。なんかお腹いっぱいになったから、なんかそういう表現してんだけど、なんかあんま受けないっすよねあんまなんかみんなにハマってないみたいで、うん、とりあえずまあしょうがないっすけど。どうするこれ。いや、そろそろ無敵スキル溜まってるべ。ここだー。はい、危ない。カウンターだったらよかった、カウンターじゃなくてよかった。どうしよう、こっから。ピンコーネだってた。やばい、すごい距離取られるのが一番怖いけど、逆にこっちは体力マックスだぜ。どうやって俺に勝つんだお前ら。オーケー、とりあえず一発。あ、いや、裏は頑張ってもらおう、ワローに。ごめんな、こっちは、ほらこっち飛んできた。オーケー、ゴロゴロ。オーケー、これはでかい。はあ、核がある。あ、誰にも当たってない、核を見つけられなかったぜ。よしよし、そこでカウンターはでかい、使った。一発二発、一発二発、オッケー、ナイス。なんか、うわ、ブーストはきつい。オッケー、もうシャンクスの対応できてるから俺、実は。はい、もう大丈夫ですからね。これ回避を見ましょう。ああ、ああ、オッケー、もうシャンクスはもう対策できてますから、ありがとうございます。もう対策もうマックス済みですからね。あのワローの人めっちゃうまいっすね。ここ黒ひげに任せましょうか。じゃあ、あ、どうする。オッケー、ここは任せろ、俺に任せとけ。オッケーオッケー、回避読んで、ここだろ、核があるんだよ。オッケー、当たってるわ。よし、 MVP、 I'm MVP プレイヤー、プレイ MVP プレイヤーってちょっと意味違くね意味なんか同じこと言ってる。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ということでね、まあ今のところまあなんか可もなく不可もなくって感じでなんか思いっきり活躍はしてないからさ、なんかね、まあでもさっき守ったからね、まあねいや、でも最初 C 地点取るのだいぶでかい。いや、ここ突っ込んでいいけどな。オッケーオッケー、突っ込もう突っ込もう。ナイス、ここは俺が守ってやる。おいしょー、オッケー、かっこいい。あ、ごめん、当たっちゃったんだ。うわー、隕石、せめてお宝エリア内で当たりたかったわ。いや、どうしよう。オッケーオッケー、それを設置しておくんだね。あ、あぶね、ギリギリ範囲じゃなかったかな。オッケー、任せろ。嘘、回避ない。あぶねー、ほらー、オッケー、でかい。あ、ごめん、スキルかぶっちゃった。よし、黒ひげにとりあえず突っ込んでもらっての、ブーストまでちょっと引きましょうかね。まあどうせ多分これ4陣目は多分取れないんで。でもね、ほんとヒルバラとか絶対怖いんで、後ブーストが怖すぎるから。俺やで。そう、後ブーストが怖いからちょっとね、4つ目取りたいんだけど、このメンバーじゃ取れないと思う。ああ、絶対俺のゴロゴロでしょ多分、そう言っとこう
あぶねえ、あぶねえ、藤虎のスキル、あのスキルマジヒルバラティだけめっちゃいって、めっちゃ効果的だよな。よし、ブーストが来る。黒ひげ3、あ、4人3体いる。はい、もう全回復します。僕全回復します。よし、裏取り任せろ。俺の見せ場だ、俺の見せ場がここにやってきた。回避読んで鍵詰め、オーケー。しかし威力がない。しかし守りきればいいんで。よし、守ろう。一発、やばい、さすがに。一発、二発、一発、二発。ブースト中だから火力がマックス。マックスかは知らない、マックスとは。よし、無敵スキル使ったな。あ、回避も使って近寄ってくる。オーケー、すべて読んだぜ。しかしこっからだな。やっぱ4つ目取んないとやばいよな。味方ナイス、ナイストライ、ナイストライ。よし、ナイストライ、取れる取れる。あ、でっか、あ、でっかでかでかでか、あ、でか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 い。これは勝ったな、これは勝った。おいしょー、でかい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 。うわ、クローズ使ってたか、使ってなかった。 OK、 しかしクローズはね、あまり食らわない仕様になってるんでね、そこら辺はでかいですよね。 OK、 ジャスト回避でかい。わー、隕石かー、隕石のジャスト回避が未だに分からないんだよな俺。ここだ、オッケー。え、まあ、隕石をジャスト回避した。あー、ここでダウンは。オッケー、ゴロゴロ、すべて予想通り。おいしょー、いやマジで強いわ、普通に強いわ。ブースト来る、回復、うっ、ここオッケー。いやすごっ、結構活躍してない。オッケーオッケー、いいよ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 。待って、硬い硬い硬い、めちゃめちゃ硬いよ。オッケーオッケー、さすが防御体力盛り。いや攻撃全く振ってないですかこれ。いや無敵スキル怖いが、オッケー大丈夫。一発、二発、三発、どうしよう。オッケー、強い。あ、裏がやばいけど、おいしょー、ここだありがとうございます、味方の方。はい、ということでね、今日の動画あるんですけど、今日の動画、1本目の動画あるんですけど、まあね、まあ微妙だったね。ということで、まあ微妙だった。クソ微妙だったということで、今日の動画終わります。この動画はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。